んにちは、ポンポミユリです。というわけで今回はこちらに出ているベストフィンドっていうアプリを紹介した、紹介します。はい、こんな感じなんですけども、こちらのゲームは世界で大ヒット中のゲームで、晴れてアップル社とレッドと協力してゲームズフォアレッドっていうキャンペーンに参加することになったみたいです。で、私もこれ本当全く知らなかったんですけども、こうやってみませんかってお話をいただいてから、もうそこまでやり込まなくてもいいとこまでやってて普通にハマっちゃったんですよなのですごい、これね、楽しいんでぜひ皆さんもやっていただければなって思うんですけども、レッドってね、何かっていうと、そのエイズ撲滅を目的とした世界的な取り組みなんですけども、こちらのゲームをプレイするだけでキャンペーンを応援できるので、ぜひご協力ください。まあね、とりあえずやっていきたいと思います。面を一回クリアしてみたいと思います。やっていきます。はい、6匹倒すで、2個開けて5個集める。はい、でこちらはですね、パズルアドベンチャーゲームっていう感じのゲームなんですけども、もちろんダウンロードは無料なので、概要欄にねリンク載せてるので、ぜひダウンロードしてみてください。スラックって呼ばれる悪いやつなので、こいつを倒しながら先に進んでいくっていうゲームですね。で、なんか800面以上あるみたいで、結構やり込み要素もたくさんあるんじゃないかなと思います。で、パーティーのそのこのモンスターたちも選べるので、そう、種類もねちょっとあるので、それをこう特殊能力とかを考えながらこうパーティーを組むみたいな感じのゲームなんですよね。ほい、そうですね、ちょっとね結構考えてやるっていうか、まあ結構運なんですけど、うん、こんな感じでこう色、同じ色のやつを消していくっていうゲームです。どうしよっかな。黄色にしますあと21ターンしかない、大丈夫かな。これ、あ、そう、赤はこいつ効かないんですよね。どうしよう、これはね、いいですね。はいはいはい、決まったはい、次は黄色が効かないんですよね、こいつ。なので赤か黄色以外のものをやっていきます。できるかな、ちょっと割とね詰まっちゃったりするんでね。で、じゃあ赤、よし、3匹、あと3匹倒す。で、木箱をもう1個開けて、そのかつ、ダイヤも取らなきゃいけないっていうあー、ちょっと大変ですね。どうしよう、大丈夫かなこれちょっと今回はちょっと怪しいですね。これでも食らえ。今ね、私緑と水色のやつが強くて、あと赤も強いかな。そう、両端の紫と黄色があんまり強くないんですよ。てか攻撃力があんまり高くなくって、そう、あ、これ紫ダメか。 そんな感じでいろいろね、なんかこうやっていくうちに簡単なので分かりやすいというか、うん、自分の好きな感じで遊べて良いですね待って、こいつ強くない？こいつ強いな。どうしよう、どうしよう、あと木箱も取らないやつだ。そうだ、じゃあこうしよう、こうしましょう。で、木はクリアでしょ。そこの目標ってとこね。で、あともう1体倒すだけなんですけど、この1体がすごい強いんですよね。私何回もここをクリアできなくて、何回かやったんですけどどうだろう、 iPad の方と私 iPhone の方を両方でやってて、そう、なんかね、楽しくてついつい進めちゃうんですよね。あー、きついかもしれない、やめてあー、微妙ですね、微妙。どうしよう、あと2ターンでしょ。
でしょ。あ、ダメだ。あ、いけるかもしれない。いけんじゃない？あ、いけた。おー、すごい、ステージクリア。やった。イエーイ。はい、クリアしました。よかった。はい、こんな感じでね、なんか進化に必要なものとか強化するために必要なものとかが手に入りますね。で、鍵でここをこうやって開けていく。あ、新しい仲間エドワード。新しい仲間がこんな感じで増えたりして楽しいです。はい、こんな感じのパズルゲームなんですけども、すごく楽しいです。私もずっと時間があればやるみたいな感じでずっとやってます。でですね、レッドキャンペーンのサポートとして BAMっていう新キャラクターを今日から12月6日まで買うことができます。収益のね 100% 全額レッドキャンペーン の寄付になるので、ぜひ協力ねしてくださる方はよろしくお願いします。新作の、ベストフィンドフォーエバーっていうものもあるみたいなんですけども、それも同じくレッドキャンペーンのサポート対象なので、ぜひ、そちらも遊んでみてください。はい、というわけでね、こんな感じで説明と、あと遊んでみたんですけども、本当に楽しくて、私本当もうさっきも言ったんですけども、ずっと遊んじゃいますねこれは、なのでぜひゲーム自体は本当にとても面白くて、やり込み要素もあるし、あとお子さんとかでも簡単にできるかなと思うし、あとまあ大人でもちゃんときっちり遊べるので、ぜひやってみてください。で、余裕のある方はレッドキャンペーンも参加していただきたいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。